皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、以前お話ししたこちらフェリスティーンさんのアナルプラグについてちょっと気をつけないといけないなということが、私なりにこう使ってて思ったのでお話ししていこうと思います。以前こちらを紹介した時はまだまだ使い始めたばかりでそんなに気になることはなかったんですが、それから、約半年くらい経ったかな、紹介して、いく中で漏れが発生しました。前回の動画ではこちらを試していろいろ実験したけど漏れがなかったって言ったんですが、その後こちらを使用しているにもかかわらず漏れたという出来事があったので、まずそのお話をしていこうと思います。で、これを使って漏れた時っていうのは、一つちゃんと奥の方までというかすぐ入れて終わりじゃなく、少しこの指のね、ここの第一関節くらいまでクッとこう入れないとしっかり中まで入らない。で、それを怠ってしまったがゆえにちょっと半分もはや出てた状態で使ってたので漏れてしまったっていうのが一つありました。で、もう一つが、普通に座っていたり、あとは仰向けになっている時はいいんですが、例えば、このまま装着して寝たとします。で、横向きになった時ですね、お尻がこう、要は突き出された状態になっている時はなぜかわかんないですけど、その横向きの状態になると爆発する、漏れが、このプラグを挿しているにもかかわらず漏れてしまうっていうのが2回ほどありました。なのでやっぱり、寝る前にちゃんと便の処理をするか、それでもその時は出なくてこれをつけたまま寝なきゃいけないっていう時は横向きは危険だなぁと正直思います。ちょっと下半身麻痺の人の中では横向きで寝る人も多いとは思うんですが、やっぱこれをつけながらやっぱちょっとおむつするとか、なんかそういう対処をしておいた方が個人的にはいいなと思います。で、もう一つが、これを抜く時なんですが、こういう風にカップ状になっています。で、一応説明書とかにはこのままこう出てる紐を引っ張っていいよみたいな感じでは書いてあるんですけども、そうすると無理やりお尻の穴を広げることになるので、切れ字というかね、お尻の穴がね、切れます。で、こう、なんかだから血ついてんなって思って、ちょっと見てみたら、お尻の周りにこうちょっとね、炎症があって、切れ字になってたので、やっぱこれを抜くときは、ちょっとしっかりお尻の穴を、こう指で柔らかくして広げてあげた上で、ちょっと指でこう中に入れてね、へこましながら取り出すことの方がいいんじゃないかなと、個人的には思います。あとそれを繰り返したら本当にその切れ痔が治りにくくなってて困ったので、ぜひ皆さんにはこの取り外す時もね、無理やり引っ張るんじゃなくてゆっくりゆっくり取り出してほしいなというふうに思います。はい、こんな感じでですね、ちょっと急遽おすすめしたけど、やっぱりデメリットというか、100% 全て完璧な品物っていうのはないと思うので、私が思うその注意点っていうのをお話しさせていただきました。ですが、やっぱりこれをつけてることの安心感ってすごくあって、その寝てる時以外、横向きで寝てる時以外は本当にこの子で抑えられてて、周りにね誰かがいる中で爆発したっていうことは本当にないので、まず値段は安くはないですが、心のその余裕を保つためには結構大切な商品かなと思います。なので私が言った今のその注意事項とかを含めた上で、ぜひ使っていただきたいなと思うのと、以前出したそのアナルプラグの紹介動画の中のコメントの中には、自分には合わなかったとか、それこそちょっと適便をし続けすぎてもうお尻がこうちょっとゆるゆるであんまりしっかり入んないんだよっていう方もいらっしゃったので、全員にっていうわけではないと思います。またあまりにも溜めすぎると腸に対して良くないということも
あるので、基本的にはまあ一応12時間使用ができるとはありますが、絶対漏らしちゃいけないようなタイミングの時でつけるとか、ご飯会終わったら、飲み会終わったら外して、便を出すとか、なんかそういう風にちゃんとしっかりルールを守って、体のために使っていただきたいなという風に思います。はい、ということで今回はアナルプラグの注意事項のお話でございました。はい、この動画がいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。